さんこんにちは、203です。今日は新しく買ったボトルケージの紹介をしたいと思います。谷さん TV という YouTuber の方が、ちょっと前に紹介していて、僕も、ちょうど買ってたんで、紹介しようかなと思ってたんですけども、なかなか機会がなくてちょっと遅くなってしまいました。今回紹介するのはこのバーテープで有名なスパカズの、ボトルケージになりますね。名前はフライケージリミテッドっていうモデルになります。スパカズの説明なんかはその谷さん TV の方が結構詳しく説明してたんで、そちらの方を見ていただければと思います。とにかくこのボトルケージ、なんといっても本当美しいですね。金属のボトルケージ、多分アルミだと思うんですけども、こちらに塗装が、メタリックの塗装、ポリッシュな感じですね。パープルからブルーにグラデーションさせてる感じの塗装になります。これが何ですかね、こうチタンのマフラー、バイクなんかのチタンのマフラーなんかをこう焼いたような色合いで、すごい綺麗ですね。これは本当きらびやかで美しいですね。でこのカラーリングなんですけども、今こちら僕が、持ってるのはパープルからブルーなんですけども、ブルーからシルバーとか、いろんなバリエーション、カラーバリエーションがあります。で Amazon なんかでも売ってまして、下の方にリンクは貼っとくんですけども、僕の買ったこの色はちょっと Amazon では売ってなかったですね。僕はこの間東京行った時に御徒町のワイズロードですね、朝蔵っていう店なんですけど、そちらにいっぱいあって、それでちょっと選んで買ってみました。でこちらアルミ、金属のもの以外にもプラスチックでもう少し値段の安いものも売ってました。そちらもカラーバリエーションがすごいいっぱいあったんで、車体に合わせて好きな色を選んでもいいかなと思いました。とにかくバリエーションがすごい多いんで、これはいいなと思いました。でちょっと持った感じすごい軽そうなんですよね。ちょっと今から測ってみたいと思います。でもう一つ買ったんですけども、こちらはちょっと使うか分かんないんですけど、すごい綺麗だったんで買ってしまったんですけども、こちらもアルミだと思うんですが、金属のボトルケージなんですけども、カラーリングがメタリックじゃなくてですね、普通の、塗装というかのグラデーション、ちょっとスプレーで拭いたような感じのグラデーションになってます。でこっちの方は3色のグラデーションですね。パープル、レッド、イエローの、3色が綺麗にグラデーションされてます。ちょっとなんかハワイアンというかサーファーみたいな感じの、綺麗な色ですね。こちらも他のバリエーションの色もあったんですけども、これが僕的には綺麗だったんで買ってしまいました。で値段の方なんですけども、先ほどのと同じで、こちら3800円プラス税っていう形になってます。フライケージのリミテッドっていうモデルになってます。多分リミテッドじゃない方はもうちょっと安い値段になってますね。はい、では実際に測っていきたいと思います。まずはブルーの方から 24g ですね。色はこんな感じで、グラデーションが非常に綺麗ですね。はい、じゃあ次はこちら3色の塗装の方行ってみます。お、なんと 19.5g、 20g 切ってますね。これカーボンボトルケージと同じぐらいの重さじゃないですかね。これはめちゃめちゃコストパフォーマンスいいんじゃないんですか。こんなに軽いとはちょっと思わなかったです。というかこんなに個体差があるとは思わなかったです。ということはもう一個の青い方はどのぐらいの重さなんですかね。こちら23g、 さっきより 23.5g、 さっきより 0.5g ちょっと軽いですね。ちょっと個体差があるんですけど、ただ塗装による違いの方がもしかしたら大きいのかもしれないですね。これ本当色綺麗ですね。はい、これ軽いのはちょっと衝撃的ですね。はい、今測ってみたところなんですけども、
こちらがとにかく めちゃ軽かった 19.5g ということで 20g 切ってます。金属で、カーボンじゃなくて、20g 切ってるということで、まあ、かなり、お買い得かなと思います。で、あのカーボンのボトルケージだとあんまり色が選べなかったりするんで、これなんかは本当カラーバリエーションめちゃめちゃ多いし、とにかく綺麗なんで、これはコスパもいいような気がしますね。結構おすすめだと思います。ちょっと実際挿してまだ使ってないんで、使い勝手までは分かんないんですけども、これは良さそうですね。で、ちょっとその今測った感じだと個体差があるみたいなんで、まあ軽いのに当たるか、まあ普通の重さのに当たるかちょっと分かんないんですけども、まあこれはなかなかいいんじゃないかなと思います。今回はあのバーテープとかで有名なスパカズが出しているボトルケージ、フライケージリミテッドの紹介をしました。ちょっと最近動画がなかなか忙しくて撮れてなかったんですけども、今後いろいろ企画を考えてますんで、また楽しみにしていてください。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。それではまた。